豊かさっていうのかな、本当は何なのかと、うん、感謝って何なんだと、毎日ありがとう言えてるかとか、うん、なんかそういうきっかけになってもらえたらな。色失ったこの街の瓦礫かき分けて、泥にまみれた荷車、ね、このちょっと上に、まあ、通りがあったの。昔あの駄菓子屋さんがあったの。駄菓子屋さんで友達と駄菓子買ったら、ふと見たら目の前を鹿が走っていくわけ。それを追っかけて、あの鹿を追っかけて遊んだりとか、まあ焚き火とかは面白かったかな。やっとテレビ見たら、あのとんでもないことになっちゃって、でこれはやばいぞっていうことで、木に車がぶら下がってたりとかいう状況で夜見てこれはすごいぞと思いながら、両親がいるかもしれない避難所かもしれないところを目指して、多分ここに避難するだろうと思って、あの上に小学校がそこの体育館に行って、親の名前呼んだら、親戚のうちに避難してるよ、元気だよ。でもそこで、ああよかった。でまあせっかく自分が住んでたところだから、まあ何もなくなっちゃったけど、まあ掃除はしとこうかなっていう気持ちから始まって、ここにはもういろいろ車とか、まあお家が突き刺さってる感じで、まあそっからだったんですよね。まあこっちに来るっつったら、うちらもいろいろまあ音楽の仕事したけど、全部やめて来るわけだから、やっぱ自分らが働かないとすごい迷惑になるし、何か必要なことをやり始めたいなと思って、まあ考えた結果、あのお店人が集まって、まあ話ができるこんなお店を作ろうということで、うん、決めました。自分の元落ちたところ、まあ廃材とかいろんなものを、拾ってきたりとかして、やってて、まあみんな何が立つんだ何が立つんだってみんななんかいろいろ噂があったけど、たまにあの解体するって言うから何でも持ってけって言われて、あのドアとか持ってきて、その人がたまにお客さんに「ああれトイレのドアだったら懐かしいな」とか言ってのもあるし、何だろう、この落ち着くなみたいな雰囲気、それって今でも考えてるんだけど、なんでこういう建物って落ち着くんだろうなって思うんですよね。まっすぐじゃないとか水平じゃないとかそういうのってなんか人の心に近いのかなって思いますけど、お酒を飲みながら、まあでももちろん子供も来てもいいしなんだけど、心が一番フラットになった瞬間に、あの本当はこう思ってるんだけどね、どう思うかな、そういうなんか声が聞きたんですよ。話し合うことがやっぱり一番大事なんじゃないのかな。でまあ結果ここも森土になれば、いつかまあいつかっていうか、まあそういう運命になるお店なのか、なんかそういう限りある時間っていうのかな、そういうのを有効に使えたら。
何か自分でああこうしたいなって思う、そういうきっかけになったり、人と出会って恋に落ちたりなんかそれは来てくれたお客さんそれぞれ感じて欲しいなって思いますね。